YouTube をご覧の皆様どうも原田淳ですさあ7月、えー、21日えー、今日はねかりゆですねあのお誕生日プレゼントで、えー、友達から頂きまして、えー、ちょっと着てみましたなんか初めてだなちゃんと着たのなんか番組でね一回衣装で着たことあるんですけどまあなかなかやっぱり この夏着心地いいですねなんか今日は、えー、西の方は35度まで行ったということでかなり暑いんですが東京はね、日はそんなに出てないんですけどやっぱり結構、むしっと暑いのは暑いですね。さあ、というわけでこの YouTube、まあいろんなことをね毎日更新ということで触れていこうと思うんですが、えー、今、本当に僕が考えているのはその日本を回ってね、あのー、いろんな人から話を聞いたりとか。 あと子どもたちが、あのー、住みやすい環境づくりっていうこともいろいろ考えたときにやっぱり教育っていうのはすごく大事だなと、えー、思っています、えー、まだまだ浅いんですけど去年ぐらいからいろんな本を読んだりとかしていく中であの僕も思っていたことなんですけどもう「五教科至上主義やめちまえ」みたいな、あのー、基本的に、ね、あの受験って「英、あのー、国数理社」 この5教科ですよねもうこの5教科の点でも区切っていくのやめないですかみたいな逆に言えばもう高校までって定期テストいらなくないっていう感じで思ってます。で僕は思ってるのはもうみんなでグループ学習やりながらねあのー、その子その子の特性を見ながら、うん、だから教える子がうまい子とかもの、えー、をまとめるのがうまい子とかそういう特性を子どものうちからえー それを先生がしっかり見てあげる。で、それを、えー、職業に少しずつ結びつけるような家庭としての小学校があり、えー、もう本当に職業を実践に向けて動いていく中学校があり、ということで、なんかね、テストのやるのってすごく、あのー、しんどくないいや、ただ、それだけなんですよ。いや、それだけじゃねえな。<laughs> えっと、言い方は間違うと、これも、まあ、語弊をむ、生むと思うんですが、 あと僕があのここで話してることって僕の思いなんであのそれにいちいちあの喧嘩腰しで突っかかってこないでくださいあの違う考えを持ってる方は僕はその人はそれでいいと思っていますから、うん、だから分かりやすくもう一度言うととにかくその点数で区切って、あのー、いい大学行ったからって行った後にいい就職が待っているとは限らないし例えば絵がうまい子運動ができる子いろんな特性があって、あのー いいしそれを伸ばせるような環境を作れるような、えー、とこれから教育システムに変えていかないと日本みたいなな国はダメになってきます、まあ、実際ですよあの勉強についていけなくてしんどい思いをしてあの犯罪に走る子だったりとかあとは、ね、いい大学いわゆる優秀な大学を卒業した後に就職に全くつけない人だったりあとは就職いい会社にもしたんだけど あの認めてもらえないとかねだからもう子どものうちからあの聞くことがうまい子話すことがうまい子まとめるのがうまい子いろんな特性があると思うんですその子にと合わせた特性で学べるような環境づくり、うん、でそれを認めあえるようなね環境づくり例えば、あのー、授業でね読んでくださいって言った時に すごく目ででで見て理解すするるることとがきんんだけど読むのが上手じゃないい子もいると思うんです単純に読むのはすごく上手なんだけどあの覚えられないっていうことかもいると思うんですだけどそこで何か笑うとかじゃなくて「あこの子はこれが苦手なんだな」とかこういうことを補ってあげればもっと良くなるのになってお互いにね、えー、認め合えるような、えー、教育の環境というのを子どもの頃からやっていけば。 絶絶対対ニートもも減るるとと思思うし、職業の選び方も絶対変わってくると思います。うん、だからもうまさに教育だよね。そのためにももうテストテストテストっていうのをやめた方がいい,んでいいと思います。とにかく一人一人が、あのー、その個性がしっかり出ながら、えー、生きづらくない環境づくりというのを僕は子どものうちから。あー 大人たちが与えてあげるってことがすごく必要なんじゃないのかなと思っています。でそれについてまあ,あの他にもいろいろあるんですが、えー、今ブログの方でまとめています。まあ、興味ある方は見てください。でさっきも言いましたけど自分の、えー、考え方と違うからっ,つって本当に喧嘩腰で、えー、話してこないでください。あの喧嘩腰で来られてもいや僕その意見と違うだけだからとしか言いようがないんですよ。うんたまにそういうところで熱くなってくる人っていうの。 いいると思いますで僕は極力この、まあ、毎日更新の YouTube の中では自分なりの、えー、考え方話していきたいと思います僕が思っていること僕が考えていること僕が世間に対して憤っていることとかねでその僕自身の,の YouTube を見て皆さんもやっぱり自分なりの、えー、意見を持ってほしいし根っこを持ってほしいなと、えー、思っています、はい というわけで、えー、今日はご強化主義、もうやめていいんじゃねっていう動画でした。4月21日、えー、今日も見てくださってありがとうございました。えー、クラウドファンディング、えー、あと9日で終わりです。4月30日、キャンプファイヤーサイトでやっておりますので、ぜひ見て、えー、よかったら応援してください。そしてその応援していただいた、えー、良いスパイラルは、僕が世間に必ず、えー、返していけるようにします。よろしくお願いします。それででは、原田でした。どうも。